IJ です。今回はですね、異議申し立てに関する動画ですね。コメントが入っておりまして、ディズニーチャンネルスターズラブさん、読み方が間違ったらごめんなさい、コメントいただきまして、同じような、ね、思いをしている方がいて安心しましたと。私もお申し立てしようと思いますと。これはですね、YouTube 動画の、著作権侵害に関する異議申し立てについてという動画を上げたんですけど、それに対してのコメントが、ね、いただきました。これをですね、こうパート2というのを今回作ってみたいと思います。はい、というのがですね、最近ですね、申し立て人によって収益化されていますというのがあるんですよ。これはどういうことかというと、著作権侵害したという申し立てをするわけですね、 YouTube にね。した時にその放っておくとですね、放っておくとその申し立てをした人がその利益をね、半分持ってっちゃうとか全部持ってっちゃうとか、そこに広告出されてそれの収益を分配するっていうのが今あるんで、ちゃんとしたのもあるんですけど、最近は乗っ取りですね。いわゆるこの全く自分が関係ないやつにその申し立てをして、それを半分横取るとかね、そういったのが悪質なのがあるんでね、これはちょっと皆さんね、知らなきゃ損ですよ。この、ね、メインチャンネルの方はあんまりないんですけど、ローカルチャンネルの方ですね、 J ナビットにやってるんですけど、そちらの方で例えば動画のカバーとかね、いろんな人の扱ってるんですけど、それをやった場合にですね、そういったのが来ましたね。申し立て人によって収益化されてるという、それが今大きく分けた3つあるんです。3つね、3つ。1つはね、もう全然ダメなやつね、自分がその著作権を侵害してるやつ、これはダメですね。あと2つはですね、申し立て人によって、収益化されてて、それをその本人と分配してるやつと、丸々その申し立て人が持っていくやつと2つあるんですよ。で、異議申し立てをすればそれが撤回されるんですけど、しなかったらそのままずっとね、分配されたままになっちゃいますので、これはね、気をつけなきゃいけないですね。これ元々はね、この著作権侵害をその守るためにできたやつなんですけど、それを利用してね、全然関係ない人が、作ってない人がですね、申し立てをできるようになってるんですよ。で、申し立てをしたらそれが放っておくとその人に持っていかれるっていうのもいわゆる乗っ取りなんですよ。これ悪質なんでね、ネットにもちょっと問題になってますので、そこらはね、動画を上げる人はやっぱりね、こういったのを注意しなきゃいけないですね。まあね、僕らの動画なんかはね、あんまりね、そんな収益ありませんのでね、いいんですけど、ただその作った動画に対してね、その何もしない人が横取りするっていうのは許せないですからね。こういったのはね、毅然とした態度で、対応しないといけないと思います。で、これはね、早くね、異議申し立てをしたらすぐ撤回されますので、早くすると。で、何日か経った、例えば30日以上経ったらそれができないじゃないかと思う。ちょっとそこらあやふやなんですけど、だから放置しておくとそのまま分配されて利益を持っていかれるという場合と、で、その日にちが経ったらもうそれが変えられない場合がありますので、そういう場合はもう動画を削除するしかないんですよね。例えばそのね、再生回数が5回とかなね、そんなんだったらいいですけど、例えば何百とか何千とかいう動画をね、見てくれる人がいて、それを削除するっていうのは非常にもったいないことなので、早く気づくべきですね。だから動画の管理というところからできますので、だから動画を上げた人はほっとかないでね、結構やっぱりこまめにね、管理することが必要だと思います。で、最近ね、少なくなってきたんですけど、やっぱりまだまだね、CD とかなんかのバックで弾いてて、それをアップしてる人がいる、これはダメですからね。これに例えばこういったので侵害を本当にもう申告元から本当にちゃんとしたとこから、例えば名前挙げるとどうか、 AKB とかね、アゴラの方から申告を受けると、それをまた異議申し立てをすると逆にですね、アカウントを削除されるような心配もありますので、そういったのはちゃんとね、著作権をしっかり守ってね、そこらの方はやっていただきたいと思いますけど。でね、意外とね、その大したことないなと思ってる動画でもですね、再生回数が上がることあるんですよ。なので、まあそういったのをね、こまめにね、管理することをお勧めします。でね、ついでに言ってきますけどね、意外と知らない人がいるんですけど、収益化をしてね、収益化しました、それで動画が流れるまでにその5秒とかね、4秒とか出ますよね。収益化しただけじゃね、収入になりませんからね。
アドセンスに申し込んで、それから申請を受けないと収入になりませんよ。だからね、僕の知り合いでもね、かなり何十万回とかね、再生回数がしてる人でも、何もしない人はお金が入ってこないんですから。だからアドセンスとかいうのをちょっと調べてね、申し込みするべきですね。はい。ね。名前は言いませんけど、あなたです、あなたね。はい。で、まあ、楽しいね、YouTube 生活じゃないか、まあ、YouTube ライフを送っていただきたいと思います。はい、今回はですね、著作権侵害に関する申し立てで、横取りですね、申し立てによって収益化されているのを自分の取られているんでね、そこらの方をちょっと注意してみましょうという動画を作ってみました。はい、J チャンネル J でした。もしよろしかったらチャンネル登録の方ね、よかったらよろしくお願いしたいと思います。それではまた次回ですね。はい、J チャンネルでした。